が生んだ奇跡のブサイクマータスとトトがじゃない、うちしかおらん。ってことでな、皆様ご存知でしょうか、最近美容系ユーチューバー何も何も最近美容系最近笑っちゃう、おー最近美容系ユーチューバーがこぞってやってるの、ジオンしたいんだけど、何一体その GRWM っていう動画を撮っとる人の動画を見ても結局それは何じゃったんかがよくわからんのだけど、ゲットレディウィズミー私と一緒にお出かけの準備をしようの頭文字を取った略語なんだって。どうしよう、今日どっこもいかんけ。まあここ最近またな、メイク法がうち変わっとるから、毎日メイクするわ先生、私マータソはどこにも出かける予定がないにもかかわらず流行りに乗っかり、あたかも GRWM を下っぽいサムネにしてみんなを釣ったあげく毎日メイクをすることを宣言します。すまん。結局あれだろ、 GRWM って毎日メイクをしたのうちに出かけるか出かけんかの違いじゃろ。うわ、嘘つけよかった。ほんならうちに予定がないことを無駄に世の中にさらしてしもうた。カラコン、カラコンと、カラコンはいつもの最近使っとる化粧スターズが英語エチュードハウスのセムとロディこれ可愛いからな、もうどこもかしこもなんかこのコラボしとるやつが売り切れとって、もうこれしか残ってなかったやつやけど、まあ、よう分からんけど買うとけ思って買うたんだけど、これがめちゃめちゃいい。これを塗ることによって化粧塗りがな、良くなるような気がする。これを塗りたくります。後にコール&ジョイを塗っていく。どういうか、なめ口の貼った後みたいな。また私進化しました、2020年ってことで、この最近筆を使っとんよ。もうとうとう下地も筆で伸ばすようになったよ、うち成長したね。この筆なんだけど、うちゆうすけさんの動画内でな、筆をしれっともらっとったんよ。何これ、すまん。その筆を使うてみようって軽い気持ちで使ったら、まあいいこと。なんか声を大にして言いてえけど、コラボしたもんだからあんま声を大にして言うたら宣伝みたいになるが、あんまいいとねかったんだけど、マジでいい。あるあるなんだけど、筆でな下地とか塗ったらめっちゃな、メイクできたてほやほやの時はええんだけど、時間だったらなめっちゃなほうれい線とかがパッキーってなったりするんよ。だけどな、これはな、薄に均等に綺麗にふわっとこう塗るけん、コンシーラーもこれでもう伸ばす。うわー、怖いよー。わ、キャッチなくなったる。ピエンコしてパオン。ディオールの勝手に進めます。説明なんていりません。説明なんていりません。エレガンスラップードル大谷です。ワン。これ塗ったらほんまツルツルになる。これ前動画で使ったブルベ向けのシェーディング、これマジでいい。でこのゆうすけさんのちっちゃい筆の方でハイライト、これもな、これでしだしてからものすごいようになった。顔が上品に仕上がる。目元明るくしたいから、こうやってシュッてこうこうこう囲む、こうダメ、説明が下手すぎる。あと唇の上と顎、鼻、うちここが引きいけ、ここだけ入れるんよ。へえ。でこの鼻が全部塗る。人中をな、とにかく短く見せるために、ここ影を作って、ここも塗って、で鼻をシュッてさせて薄めます。あとこの口の下、ここへ塗るんや。なんで塗るんだろう。大長解消のために最近ここも薄くチーク塗っとる。こう横に入れたらな、こう短く見えるから。ツヤの入ってないやつを全体にこう塗った後に、ツヤのあるやつを上の方に塗っていく。だからな、見たんよツイッターで、誰だかな、チュルちゃんか誰かがやっとったんだけど、こけえな、ツヤを入れることによってな、大長の人はな、こうギュッてこう顔がプレスされて見えるんじゃって。それを聞いてから、うち目の下をこうキラキラさせるようにしたんじゃが、こしたらもう
はもう変わりました私の人生。キャンメイクのこのキラキラがあるんだけど、これをなこの目の下にシャッて入れるんよ。こうやってこっからラメを入れ始めてから、みんなにまたそうなんか可愛くなったねって言われ始めた。ありがとうね。んでなんかゆうかちゃんにもらったお土産なんだけど、これをこの目の頭に入れる。シュッ、キラ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 で、アイシャドウです。そんなもんはな、人茶色の濃い色からグラデーションになるように塗っときゃいいよ。やだ、ちょっと濃すぎー。わー、ほっといてくれよ。下にも塗ります。AB 型になりたい。なんかな、 AB 型って2種類あってな。はーい、出ません。いるすいるす。そう、うちがいつも使ってるこの一重用ビューラーの新しいやつが出とったんじゃが、まあ、レビューをさせていただきましたね。このホールド部分が変わったらしいんじゃが、横幅もこうグレードアップしとって、目が大きい人にはええんかもしれんな。うち目が小さいからこう幅が合わんとよ。忘れてた、この前回紹介したアイスクリーム、黒目の上にだけこうやって塗る。あー、お腹が空いて叶いませんと。塗りましたら、あ、これ気になる。みんながな、昔の手法でライターをビューラーで炙ってまつげ上に上げようかわからんけど、まあ、すいません、もう私抜けかけしました。もうホットビューラー使っています。まあ、うすうす感づいとったけど、ライターでビューラー炙って使うん、危ねえ。ホットビューラーでやるよりな、このビューラーを直接ライターで炙るってやり方の方が一番上がる。このパナソニックのビューラーめっちゃええよ。こうぐるぐるこうやって回ってな、こうやって上げてくれるんよ。うわ、なんか汚ね、芋虫みたいになった。涙袋にこれずっと使っとんだけどな、これめっちゃいいんだけど、時間が経ったらな、なんかカピカピになってくるんじゃが、なんかいいやつあったら教えてほしい、マジで。なんか目頭切開の仕方教えてくださいってよく聞かれるんだけど、ポイントとしては吐くっていう意気込みじゃなくって、あー、ついちゃったぐらいの気持ちで、これ眉毛を描く前に最後にこう涙袋のな、黒目の下でこうシュ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 青春シュシュクラブ、この黒目の下だけをちょっと濃くすることによって、こう涙袋がポコってこうなる感じがする。ポコ。みんな最近どんな悩んどることはない？私は最近自分が分からなくなってきました。別に考えんでええことをうち深く深く考えようとするから、周りにメーヘラメーヘラ言われるよ、うち。まあ、またサブちゃんでまたそうお悩み相談教室するわ。聞いたろ、みんなの名前を。名前。あー、もうやっと終わりかけ、もう何時間化粧しよう。もう調子乗っとるよ。もうなんと回ってそう、イヴ・サンローラン二刀流。まあ、どっちもね、いただき物なんだけど使わせていただきます。なんか去年の毎日メイク見たら、うちなんかここを短く見せるためにオーバーリップにするとかって、なんか塗りたくりょうだけど、あれおかしかろう。もうそんなことはしません。じゃあピンク色を塗って、めっちゃ赤色をこう中側に塗るんだよ。唇をギュッぐらいで一緒にすんのよ。最後にな、このわけのわからんどこぞのリップを、グロスか、何これ、このキラキラのやつをこっけ塗る。くさー、うえ、なんかベタベタベタ塗りすぎた。できたできたできたメイク、できたできた大掛かり。いや、もう不思議よな、その時は。いや、このメイクが一番最善で一番漏れとるって思うよ。また来年になってみ、夜で、何あの目の下のキラキラ入れすぎーとかって、うち絶対夜、もうほんまに。今のな、うちはこれが最善じゃと思っとるから。何もすることがのうなった。どうした、 GRWM の動画の終わり方がわからん。人の見てみよう。以上、福山でした。バイバーイ。うわ、デート行って終わっとるわ。バイバーイ。みんなデート行って終わっとるわ。チキショウ！まあ、思い込みが重要だから。ちょっとうちもデートに行く体で。おなかでちゃった。
うちもデートに行く手で終わろう。はい、ってことでまたそのデートに行く準備をする動画でした。サブちゃんではこのネックレスがここにあってなんかマジそうキスマークみたいな感じでコメントされとったけど、全然ネックレスだし、なんならこの前近所のおばちゃんと話してる時にまずちゃんそこ何つけとんって言われて、あこれネックレスって言ったら、いや違う違うその下って言われて、パッと見たらここへ昼ご飯で食べたおにぎりそのまんまこぼしてここへついとって、うち知らんだにここにおにぎりこしらえて歩きよった。